じゃあベルちゃんお願いします。はい、行こうか。リキちゃんプライベートクイズ20。リキちゃんプライベートクイズ20、プライベートクイズ20問題で、ギャングスターのボイドラ等々いろいろこの配信等々いろいろ考えていたリキイチですが、ここ昨今の配信について一番頭を悩ませて考えていることは何でしょう？知らねえよ。なんだ？お前の悩みどうでもいいわ。どうでもいいって言わないでよ。はい、やしろ。はい、やしろさん。コードネームで。はい、なんか前やった内容と被るのが嫌。あー、それもある、それもある。それもある。めや、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 めや。ずーっと客層が一緒。そうでもないよ。メアメア6名間キリコどうしよう問題正解。やった。そう、そろそろね出したいんだけれどもね、何やろうかなって、これ前もさんに喋ったような気がするんだよな。あー、なるほどね。なんかどっかのタイミングで。そんなに悩んでると知らんか。いや、あー、やっぱりずっと考えてるんだよね。なんかもう一回ちゃんとこうね、なんかね、新しく入ってきてくれた人が多いからさ、なんかあの、うん、続きものみたいにしても急かなみたいなのも思ってたし、うん、何やろうかなっつって、ちょっと前に、あ、でも空気読みかなんかやろうかなっていうふうに思ったんですよ。そしたら、うん、その翌日くらいに、明日は空気読みをやりますわよーって。はい、わかりましたわー。空気なんてね、読めなくてもいいですのよ、皆様方。あの、ツイートを見て、あの俺の空気読みが始まって終わったっていう。いろんなとこにあるなみたいなところがあって、うん、そう、キリコ様ね、そろそろおいで願いたいんだけれども、ちょっと足踏み中ですという、うん、そんな話でございました。なるほど。